リートシュタットは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、グロースイコールウェーラウ軍の市である。面積約73.76平方キロメートルで、同軍で最も広い市である。リートシュタットは、フランクフルトアムマイン、ダルムシュタット、ビースバーデン、マインツ、マンハイムといった、大都市に近いながら、田舎風の構造を保っている町である。この町はその名が示す通り、 ヘッシシェス・リート地方に位置する。本市は、環境に優しい企業の立地を促進している。本市周辺の近郊型保養地としては、キューコプフ、リート税、レーハイム、さらには、ベルクシュトラーセ、オーデンバルト、タウヌス山地がある。リートシュタットは、北は、トレーブールおよびグロースイコールゲーラウ、東は、グリーンスハイムおよびプフングシュタット、南は、ゲルンシュタット、 ビーベスハイム・アムマイン及びシュトック・シュタット・アムマイン。西は、ルートビフィヒス平へ、リンハイム及び、オッペンハイムと境を接している。リートシュタットは、ゴッテラウ、クルムシュタット、エルフェルデン、レーハイム、ボルフスケーレンの各区からなる。ヘッセン州の地域再編に伴い、1977年1月1日に、それまで独立した自治体であったゴッテラウ・ボルフスケールと、エルフェルデン、 クルムシュタット、レーハイムが合併し、新しい自治体リートシュタットが成立した。2007年1月17日に、ヘッセン州内務省はリートシュタットに都市権を与えた。本市は、ヘッセン州で最後に市に昇格した自治体である。リートシュタット市役所1993年から首長を務めていたゲラルト・クンマーは、2005年の選挙で再選された。 その任期満了後は2011年1月23日の選挙で選出されたウェルナー・アーメントが市長を務めている。リートシュタットの市議会は37議席からなる。本市には1869年に開通したリート鉄道のリーゴッテラー駅がある。この駅にはレギオナルバーンと S バーンの列車が発着する。この他にリーボルフ駅がある。 同じ1869年に開通したゴッテラウェルフェルデン・ダルムシュタット中央駅線にボルフスケール駅があったが1975年に全線が廃止となったゴッテラウシクに残るビュヒナーの成果ありがとうございます